皆さんこんにちは、イマンです。この動画へようこそお越しくださいました。私にしましては珍しく、この動画はこれで5日ぶりぐらいになるのではないかなと思います。それで昨日や一昨日あたりから、愉快な仲間たちの皆様が、お元気ですかと、体調が悪いんじゃないですかとか、まあ本当に温かな、お心配りをくださっております。本当にありがとうございます。心から感謝をいたしております。もう今回のお心配りは本当にもう格別と申しましょうか、もう弱った心に本当に格別に感じまして、本当に心から感謝をいたしております。まあ、しつこいですけれども、本当に心から感謝をいたしております。と申しますのは、これね、皆様にどうしようかな、もうお話し しようかしまいかと本当に考えたんです。で、昨日、お心配りをくださった方へのご返信には細かいことは書かずにいたんです。書いたんですけれども消したんです。はい、でどうしようかと思ったんですけれども、やはりちょっと皆様にお願いもしたくなったものですから、お話をさせていただくことにいたしました。もし不快でしたら申し訳ございません。私、まあこれでこのように、まあ、自分の好きで占い動画というのをさせていただいているんですけれども、実はこの7月に入ったあたりから、もう視聴回数とか、チャンネル登録者数、あと、まあ、いいねの数とか、まあ、それに伴いまして、まあ、全てがこうなってきますと、それに伴いまして収益っていうのも、もう激減してるんですね。でそれで、こういうお話なので、皆様にこんなことをお話しすべきかどうかっていうのを本当に考えたんです。うん、でも、まあ、ちょっと事情がありまして、その7月からずっとね、そうだ、先にこのお話をいたしましょう。チャンネル登録者数っていうのは、皆様の方から見、ご覧になりますと、例えば今ですと私 1.64 万ってなってるんですね。 1.64 万なんです。なのでこう1000人単位、16,400 か、100人単位の動きがないと数字は変わらないんですよね。でもずっと 1.64 万なんですよね。でもこちらにはもう本当に一人一人、もう一人増えた一人減ったまで、もう毎回毎回もう本当に連絡が来ているわけなんです。でそれをこう目安のようにこうやって見ながら、私も励みにさせていただいたり、反省に変えたりとかしているんですけれども、この7月に入ってからというもの、もうね、これちょっとおかしいんじゃないかっていう動きになってるんです。なんかね、最高いきますと 1.65 万まで行ったんです。でもなんか行ったと思ってももうね、さっと落とされるんですよ。でこれが、まあ、落とされるという言い方が正しいかどうかは分からないところがミソなんですけれども、というのは皆様でも、ああもうこんなもの面白くも何ともない、役に立たないと思えばチャンネル登録外されますよね。なのでそれは全てがその何かそういう運営側の何かだとか嫌がらせだとか、そんなふうには言えないんですけれども、ただどうしてもこの動きが以前にはあったんですよ。ちょっと増えるとパッと、あ、ささ落とさないとみたいな感じで、ささっと落とされるような感じの動きなんです。で今回初めてなんですけど、まあ、私のチャンネル登録者っていうのは他のチャンネルの方々と違いまして、うわーってこう軒並み増えるようなそんなチャンネルではないんですよね。もう本当に少しずつ少しずつ、もう1ヶ月で表しますと、例えば100人ぐらいでも増えたっていう、そういう満足感、ね、のもとでしているようなチャンネルなんですけれども、今回初めてマイナスになりました。もう本当にマイナスで、これはかなり心をやられるんですよね、モチベーションを。でそれでも7月中は一切気にかけないようにして、自分の最善を尽くす、なんとか皆様のお役に立ちたい、本当なんです、綺麗事ではなく、それで細かいことは気にしない、もうとにかく、最善を尽くすという思いで占わせていただいてたんですけど、8月に入りましてもなんかね、この執拗な動きはますます悪化したかのように感じまして、
もうね、そうなってきますと、これでも毎日この5日間タロットテーブルに向かってはいるんですけれども、もうね、ものすごい倦怠感が来るんです。なんかこれはね、多分病は気からと申しますので、これ完全に気、元の大切な気のところから起こっていることなのではないかなと思います。でもう本当にだるくて、もうやってられないという感じになりまして、でそんな日はもう思い切って、例えばお料理を楽しんでみたり、あの映画を見てみたり、ね、あのちょっとビデオを見てみたりとか、全く違うところで楽しむようにして、まあ、やり過ごしてきて、ここで5日間経ってしまいました。大変お話は長くなっております。それでここでお願いなんですけれども、皆様本当にもしもよろしければ、そのチャンネル登録なさってくださっている方は外されていないかということを確かめてほしいんです。私の家族でも外されてたと、もうそういう感じで言っているものもおりまして、まずそこを確かめていただきたいということと、あといつもフィードバックのご協力をなさってくださっている方、本当にありがとうございます。で、できましたら何がしかの嫌がらせを受けていることも本当に考えられますので、フィードバックのご協力もよろしければよろしくお願い申し上げます。大変なお手間をおかけする、もう本当申し訳なくて、あまり言いたくなかったんですけれども、ちょっと占えないぐらいの気持ちになってしまっておりまして、これはいけないので、ちょっと皆様の、にお願いをしようかと思った次第でございます。はい、それではなんですけれども、長くなりました。本日のテーマに入らせていただきます。本日は父親アーの息子 H 君に対する思い、思念でございます。まあ、この前の総分祭の時のことも、拝見しておりますと、まあ、あまり、まあね、こんな公の場ではちょっと私の意見としましても、申し上げるべきかどうなのかと思いますが、ちょっと H 君の、ちょっと思い切って言いますね。これは私がのね、想像をはるかに超えていました。悪い面で、もうね、本当かわいそうになります。もう同情に値するぐらい、もう無理でしょ。とてもではないけれども、皇位継承者とか、もうこれはどう見ましてもちょっと普通じゃないですね、と思いました。でそういうことを父親は一番よく分かっているわけなんですよね。知っているんですよ。で一体どんな目で、H 君のことを見ているのかということを見させていただこうと思います。なんかあまりにもとてもではないですけれども、東大とか行っている青年の言動ではないですよね。申し訳ないですけど、小学生ぐらいにしか見えないです。もう父親のすることを横目で見ながら、もう同じことをしようとして、もう真似をしている。でその真似も習うとかそういう話ではないですよね。とにかく真似をしてしなさいと言われている感じですよね。その真似の仕方も、もうよく分かっていないので、あまりにもお粗末で、お粗末とかいう話ではないですね、これも。あまり、言わないとか言っていながらも、かなりの意見を言ってしまいました。では占いに入らせていただこうと思います。はい、それではいつものように緊張とリラックスで丁寧に読み進めたいと思います。早速始めさせていただきます。10番が逆、もういつもいつもレッドカーペットを敷いているんですけれども、ずっと敷いてきたんですけれども、思念はもう逆なんですよね。これはどんな思いか、失敗です。でこの思念は人物のことを聞いた時には、もう不出来、出来損ない、そういうふうに思ってます。
あと身体の障害もあるかなと思います。そういうなんかね、機械で言うと不具合と言いましょうか、なんかそんな感じが出てるんですよね。あとね、このカードでこうなってくるとね、後継者不在っていうのがあるんです。なので一応その皇位継承者っていうふうになっておりますが、もうこの様子では実は本当のところは内情をよく知るアーとしては不在と思っている状態なんですよね。とてもじゃないけど告げないんですよ。で、自分自身はああもうなんて運がないんだろうと。で、H 君自身ももう行き詰まっている、そんな感じです。これね、これはね、まず来るのが12番聖地でしょ。これはね、誰も待つなって感じですよ。誰も待つな。なので、何を、誰のことかな。何かね、実権を握れ。もう実権を握れなんです。で、そうでなければ進展はない。そう思っている感じ。あとは何か大胆な決断をする。で、来るのが大変不敬なんですけれども、来るのでお話しさせていただきますと、兄もしくは兄夫妻ですよね、が不甲斐ないので自らことに当たるなんです。なのでこれはね、 H 君を作った時の思いだと思います。こんな思いで作ってるんですよ。で、誰も待つなっていうのは、次に生まれ、男の子が兄夫妻に生まれるかもしれないとか、もうそういうのではないんですよね。もう誰のことも待つな、で、もう実権を握ってしまえと。で、そうでなければ自分たちの進展はない。大胆な決断をする、何か大胆なことをしているんですよね。大変不敬ですね。自らことに当たる、それが出てます。当たったんですよ。そうして作ったんです。で、9番逆、これは10番逆と同じですね。これは H 君が今学習していることはもう H 君には適していない、 H 君にはふさわしくないというのが分かってるんです。学習ってどんな学習してるんでしょうね。これは皇位継承者として例えば公務に連れ出すとか、そういうことなんじゃないかなと思いますよ。そういうことだと思いますよ。帝王学とかではなく公務に連れ出すということだと思います。これはふさわしくないというのが分かってるんですよ。そしてもう一つ、 H 君のためにもならない。本当の意味で親が息子のことを考えた時にはためにもならないことは分かってるんですよ。これはね、わざわざもうここで私が申すことでもないですけれども、これもう自体が同じなんですよね。これもいや失敗不出来とかね、全くね、皇位継承者不在ですよ。もう全くね、これ全くこれ自分のことなんですよ。自分が今していることも自分にもふさわしくないです。自分のためにもなってないです。そういうことなんですよ。皇位継承者はちゃんといるんですよ。年の宮愛子内親王殿下です。35番聖地、それでもこれなんですよ。これね、今こそ危険を犯す時だっていうふうに H 君に思ってるんです。リスクを背負ってやれと。で、結果については心配するなっていうふうに言っています。なのでこれは筑府なり東大なりのことなのかなって思うんですよ。結果については心配するなと。で、もう大胆にこの人間たちが、このアーミヤ家の人間、大胆にっていう時はろくでもないこと考えてますよね。ろくでもないことしてますよね、大胆に勇気と自信を持って行動せよと。
もうね、勇気とか自信とかそんな話ではないと思います。あのこの前の総分祭の様子をあの見ているダニ、もうそういう勇気を持ってやれとか自信を持ってとかそんな話じゃなくてできないと思います。危険を犯す時ですって、もういつもいつもじゃないですかこれね。36番逆、これはね学校のことかなってちょっと思いますね。あの外部の助け、外側からの助けは予想されないなんです。で他の人は信頼できない、頼れないんですよ。そして友達も H 君には背中を向けるだろうと、環境は H 君に非協力的です。支援してくれない、支持しない環境にあるんですよ。これ学校だと思いますね私。でもうやるならば自力で状況に取り組む必要があるなんですよ。取り組めないでしょこれ、取り組めないと思います。まあね、例のね影武者説あるじゃないですか。で例えば影武者が、学校に通っていて勉強している、それにしても学校が学校なだけにどうなんでしょうね、学校が学校なだけにですよ本当に。ではこちらギフト、レター、ウィドワー、これ結構重いですよ。結構重いもの着てます。このギフトというのは贈り物なんです。で、まあ、あの自分たちにとってアーミヤ家にとって H 君は贈り物であった、ね、贈り物っていうかこれは自分で作ったもんでしょうって感じなんですけども、まあ、あの贈り物っていうふうな捉え方もできるんですけど、これむしろね自分たちがH 君に送っているものの数々かなって思います。ずっと送り続けてきてるんですよね。例の、あの表説にしてもそうなんですけど、ずっとなんですよね。夏休みの宿題ですらね、そういうものですら人にさせている状態なんですよね。送り続けている。でそれに対してこれが来ることが分かってるんですよ。これはあのこの先公文書が届くと、でそれは裁判手続きへの告知だと、結果は H 君にとって悪いもんだろうっていう、意味のあるカードなんですけども、その裁判手続きというふうに取らなくてもこういうね何かそういう重いものが来るっていうことがもう分かってるんですよね。でそうなるとどうなるかっていうと、もうこういうことになるんです。葬られてしまうんですよ。でもう一つはこのカードは人に助けてもらうことも良いことですが、自分の二本足で立ちなさいって言われているカードなんです。それと自分の人生にとっての何か男性を表したりするんですよね。大きな影響力のある男性、自分の人生を大きく変えるような男性とか、これはまああのことなのかなってちょっと思うんですけれども、ああ自身のことなのかなというふうに思うんです、だけどもこういうふうになるっていうことが何か自分の中にもうあるんですよね。あって行っていることなんですよね。結局はもういつまでも助けることはできなくなって、自分の H 君の自分の二本足で立たなければならない時がやってくるであろうっていうことが分かってるんですよね、大変過酷ですよこれほど甘やかしてしまうと。マレディ、ディスペア、Thief、 あ、これそのままですね。これね、先ほどのこの
一番最初のカード10番の時にもちょっと申しましたが、何か体の障害、これね可能性大ですね。皇位継承はできないようなもの、何かがあると思います。それがこの病気のカードで表されている慢性病、何か弊害を感じます。でもう絶望的なんですよ。これ窮地に立たされてるんです。でこのままだと奪われるって思ってるんですよ。いや誰を泥棒にしてるんですかって話なんですよね。ねえ本当にいい加減にしてほしいですよ。Carefulness without your knowing ですね。Jealousy plans、こうなりますとですね、これはねあなたの知らないうちに、で気をつけろなんですよ。何か注意とか警戒、用心、そういうのを表している、慎重にとか。そしてこれは羨望とか嫉妬、妬み、そねみ、羨ましがられる、そんな感じなんですよね。そしてこれは計画です。研究、作品、案、参加するなどのワードがずらずらときます。これは例の焼き旗とかトンボとかあのことなんですよね。それが出てます。あなたの知らないうちにっていうのは、あなたはこれは自分かもしれませんよ。でもまあ H 君としておきましょう。こういうふうにね嗅ぎ回られているんですよ。どなたか分かりますよね。嗅ぎ回られているんですよ。だから警戒しろと、気をつけろ、慎重に、用心深くって言ってるんです。でそこには人々の羨望、羨望なんていうものじゃないですよね。もう侮蔑なんですよ。侮蔑なんですけれども、同じようにこう真面目に、同じように出た、真面目に正当に受験しようとしている、ね、頑張っている子どもたちというか青年たちにしてみれば、これはね、ちょっとその青年たちに、妬みそねみになるという言葉は当てはめたくない。ただあの思念ですからね、嫉妬されるからっていうふうに出てますけど、そうじゃないんですよ。もう侮蔑されて暴きたいんですよ、このずるさを、でこれは計画です。アーノ立てている計画、研究とか作品とかあるんですよ。案、参加、そのことですね。これワイフメランコリープリスト、これは興味深いです。これはキーなんですよ。キーがどう思っている、 H 君のことをどのように思っているかってことが、アを通してこんな風に出てるんです。なのでこれが正しいかどうかはわからないんですよ。アを通しているので、アのフィルターを通しているのでわからないですが、アの思いとしてはキーはもう H 君のことでもう落胆してるんですよ。もう落ち込んでいる、意気消沈、憂鬱なんです。でもこれなんですよ、自分が正しいと思って信念で貫いてるんですよ。自分が正しいと思ってるんです。いろんな意味で恐ろしいですよ本当に。また出ましたね、ジェラシー、コンステンシー、フォルチューン、これはね先ほどと同じですね。なのでこの思いがやっぱり強いんですね。これもね嫉妬、もうすぐ近くにももうね激しい嫉妬を抱くようなものがいる、 H 君のすぐ近くに。この学校 の友達のことを思っているんじゃないですか。でもこれはアーがそう思っているということなので、実際はその青年たちがそんなものを、嫉妬とかそんなね、そんな情けない思いではないと思いますよ。もう侮蔑してるんです。
何度も繰り返しますが、そしていつも見られています。何を見られているか、 H 君の誠実さと正直さを見られているんですよ。裏を返すと、もう氷雪といい、つくふのことといい、東大といい、数々の課題のそういう作品といい、もう全部がもう疑われてるんですよ。本当に自分でやってるのってみんな分かってますよね。やってません、やってません、うん、でこれは愛、幸福、成功は H 君と共にあると。もう人生は H 君の人生はこれ以上うまくいくことはないってぐらい思ってやっているんです。もう自分たちにさせればもうこれ以上うまくいくようなことはないぐらいにできるって思ってしているんですよ。でもあらあら不思議、ね、こんな風にビクビクしてるんですよね。本当に情けない人間です。うん、もう恥を知れっていうぐらい情けない人間です。天皇とかもうないですよ。もう本当にもう冗談にもないですよ。もう本当に Waiting Self confidence The desire、 なるほど。これね、あのアートキーですね。このひげを生やしているこれアーですよ。待ってるんですよね。待機してるんです。で何っていうと、これね自信なんですよ。自信。そしてこちらは何かね、欲求とか欲望っていうものなんですよね。でそれを待っているんですよね。うましかじゃないのっていう感じですね。H 君に自信がつくとか、このそうしたいっていうその H 君の中からの欲望みたいなものを待っている思いが出てるんですよ。これ無理ですよ。これなんかもうそんなところにいないですよ、 H 君って、うん、あんまりね何でも言うのもあれなんですけど、本当にあの様子を拝見しているだにもうね、うん、そんな次元にないですよ。分かってないんですかね。ドクターフェイスフルネスコンバーセーションですね。やっぱりお医者様にかかってますね、うん、それが出てます。でこの意思がこれなんですよ。誠実、忠実、信頼できる、義理がたいんです。約束事は必ず守ってくれる。それは守秘義務とかそういうことなのかもしれないですよ、まあ、意思としてのね、うん、でもまあ何か信頼している感じが出てますね。そしてこれね、カンバーセーションそのままです。今回はこれ会話とか対話とかコミュニケーションなんですよ。でおそらくこれちょっと女性なので想像しにくいかもしれないですけど、座っているのは H 君なんですよ。でこの医師との間ではコミュニケーションは取れる、そんな感じなのかなと。医師のことを信頼もしていますし、あとね医師がまあ医師が今医師なのでどうしたら会話ができるかってそういうのをちゃんと分かっておられるんでしょうね。そうして合わせられるんでしょうね。うん、何か会話が成立している。裏を返すとコミュニケーションに問題あると思います。コミュニケーション取れないと思いますよ。なんかそんな感じがする。いつもはねこれ見るとね、なんか噂とかね、いろいろ感じるんですよ、情報操作とかね。でもね今日これコミュニケーションで来てるんですよね、うん、False promise, despair. これもほら裏はねドクターなんですよ。で、winning luck。うん、そうだな。これはね、今回は誤った
見込み、何か誤った望みなんですよ。自分たちそういうのを持ってたんでしょうね、 H 君にね、まあ、当然ですけどね、持ってたんでしょう、そういう有望さみたいなものをその H 君に持っていた。でもこれレスペアでもうね、絶望させる人なんですよ。この意味の中には厄介者とかもう落胆が出てるんです。これ自分でしょ、自分もでしょって感じなんですけど、でね、自分たちはこういう思いだったんです。 H 君に対してはチャンス、なんか運、あと利益とか自分たちの利益、あと勝利っていう思いがあるんですよ。勝ちたいみたいな。これは兄夫妻に対しての虚しいライバル意識なんじゃないでしょうかね。もう全く問題外なんですけど、これだ、なんか今日はね、ここでね、何かと宝くじを買っているようなこの人間、それか監禁している人間、これはね、ヒゲのアーに見えるんですよね、まるでくじに当たったような感じなんですよね。そんな感じなんですよ、 H 君を作った時の思いなんですよね。でも見込みはもう誤っていたんです。それがここにはっきり出てます。無理なんですよ、無理なんです。でもキーはしぶとそうですね、信念持ってますね、エナミー、アンエクスペクテッドジョイ、ミスフォーチューン、これもね、これもうパッとここのヒゲに目が行きましたよ。これはね、敵のカードなんですけど、これはアーなんですよ。こそ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 嗅ぎ回っている、これはアーなんですよ。そしてこうした挙句に、自分が敵対者となった挙句に、起こり得ない、本来ならば起こり得ないような何か満足のもとを 得たんです。それが H 君なんですよ。本来であればこんなことのできるあれではないんですよね。それがこそ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 こういうことをした挙句に、まあ、H 君というものを得た。そうなってくると、このお宝はもう自分はもうかがんで拾うだけの状態になっていたってことなんですよね。ところがなんですよ、危険と不幸が襲ってるんです。もう小さな災いでは済まなくなっているんですよ。どん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 火は大きくなっていっている。火種は景気負債ですね。そこからそんな感じですよね。それが出ている。もうすぐこの屋敷は全焼ですね。ヘジテーション出てますね。ミリタリー、サードです。これね、今日は来ましたよ。これ昭和天皇ですね、これは昭和天皇のお姿ですよ。でね、昭和天皇にはここさすがのアーもね、躊躇ためらいがあるんですよ。この悲しみ嘆きというのは、悲しみというよりなんかね、この昭和天皇から来るものはお怒りなんです。お怒りが来てます。でも嘆きなんですよ。なんということをという嘆きなんですよ。いくら馬鹿のアーでも、この厳格さのようなものは分かっているんです。優しさももちろんございます。でも厳格さはよく分かっているんですよ、ね、自分のお印のことを考えても躊躇、尻込み、当たり前じゃないですか。それがやっぱ出てます。では次いきます。コートパーソン、やっぱりね、これ見た時に不当性、もう不当性です、不当なんです。やっていること全部が H 君絡み、全部不当なんですよ。で、これはこのカードは何か裁判に関係するような人々を表すんです。かなり広い範囲なんですけれども、でもね、一番今回伝えていることは、これはね、この先
H 君、まあ、自分がもうそうなんですけれども、精神的に圧力をかけられる、うん、何か圧力を受けるんです。そしてもう否応なく従わなければならないような要求をされる、もう黙諾せざるを得ないような要求をされることになるっていうことが分かっている。でこのカードはその裁判に関係する人々っていうのもそうですけれども、他にもね議論とか、論争のようなもの、そういうのも象徴しているカードなんです。なのでそれがあるというか起こっているということが分かっている、出ているんです。それでは最後の種類に入りますね。最後の種類のカード、1,2,3,6枚引いてます。3,3でいきます。シップ、ウィップ、3、これを狙ってるんですよね。ね、でこのシップは何がしかの動きとか活動を表します。でもね、これはね、物事はこう動いているっていうことなんです。変化している。変更ありなんです。移行している。推移しているっていうことなんです。これ、表すのは。だから何も決まってはいないんですよ。それが出ているんです。自分たちは決まってる、決まってるって言って、何かああいう聞いたこともないような丸々の例みたいなものをコスプレして出て、でその挙句に次から次へと神宮参拝してとかやってますけど、つまらないパフォーマンスであり、これも決まってもいないことなんですよ。なので変更が怖いんですよ。変更が、でその証拠にですけど、ここに出ているのが議論とか論争なんです。これ同じことが何度も何度も繰り返されるようなことを表してるんです。この場合はね、議論とか論争です。口論のようなものもあるんですけれども、ずっと鞭打たれて慢性の痛みがあるんですよ。で、これは現在進行形の問題だっていうのが分かってるんです。決まってないんです。決まってないんですよ。現在進行形の問題である。で、人々のその激しい怒り、人々っていうのは国民ですよ。激しい、もう情熱なんです。激しい怒りのエネルギーと、としのみあいこ内心の殿下にっていう情熱のエネルギーなんです。それが H 君に対してはだんだん暴力とかもう虐待に近いようになってきているって思ってるんです。いえいえ、愉快な仲間たちは虐待なんかしませんよ。私はね、皆様方はとっても優しいと思ってます。そこが私の誇りでもあるんですけれども、ちょっと上からだったらすみません、そんなつもり一切ないので、本当にね、お優しいと思いますよ。 H 君のこともかわいそうにとか、そのままこれはね、もうちょっとあまりにも情けない同情心っていうのもあるんですけれども、でもね、本当に基本もう解放してあげたらどうだとか、もう本当にね、優しいと思いますよ。私 に比べれば、私はまだもうこういう厳しさあるんですよ、私はね、でもさすがに総分祭の様子を見ましたら、もうね、かわいそうになりました。無理だから、とてもじゃないけど、ちょっと話がずれてしまいました。なので、これは自分に対する、自分がもう虐待を受けてるようなつもりになってるのかもしれないですよね。あいたたみたいな、またパシってくるみたいな。いや、しなければいいことをしているから鞭打たれるんですよ、これは。これはもう間違いない拷問部屋ですよ。で、隣に3が来てます。自分たちが望んでいるものは3なんですよ、これ。まさしく、ね、今の両陛下のようなこの3なんですよ。だけど残念でしたなんです。分かってるんです。このね、これほどネガティブなカードが横にあった時のこの意味というのは、もう単なる虚栄心、うぬぼれ、あとね、実際は無価値なんです。こんな価値がないんです。なので虚しいんですよ。それと傲慢さ、尊大さ、おごり、あとね、何か注目を集めたいとか、自己顕示みたいな、そういうのがあるんです。目立とうとすること。それと、自信過剰ですね。自信過剰、なんか自慢するような気持ちとか、もうね、本当に嫌なものしか出てないですよ。そうになってしまうんです。これで、このカードがちゃんと表している、これにはなれないんですよ。
自分たちがどれほど頑張っても単なるもう無価値なものの虚しさと、あと単なる傲慢さとかおごりとかそういうものにしかならないんですよね。自信過剰だって笑われるんです。では残り3枚見ます。ブックバーツですね。スネークだ。これね、いや本当にね、これはこの中に何かが保たれてるんですね。鍵がかけられて、何がっていうと何か秘密なんです。隠された計画とか台本があるんです。自分たちのストーリーがあるんですよ。でそれがあるっていうことをまずここに現れている。そしてこの次の words、 これはいつも私見ると両陛下のお姿に見えるんです。で今日もそう見えてます。ただもう一つ、本来このカードの意味っていうのは、いくつかあるうちの一つにね、会話とかコミュニケーションっていうのがあるんですよ。何か言葉を使うことなんです。なので別にメールとかでもいいんですよ、文を書くことでもいいんですけど、言葉、これね、私 H 君ここに問題あると思いますよ。もうとてもじゃないけど、なんか表説、もうあれはね、もう絶対書けないと思います。書けない、あんなものは書けないと思う。 そんなあれにもないと思いますよ。で、それもそういう問題もある。だからこういうふうに台本があるわけなんですけども、でもこれもう一つは、交渉とか会議とか何かね、更新するっていうことなんです。更新ね、更新。なのでこれね、会議でしょ、交渉でしょ、両陛下のお姿でしょ、何か交渉しようと思っているっていうのもなんとなく現れてるんですよね。でこの最後がいけないですよ。こちらに向かってガブッと、このスネークが鳥にガブッと行くってことを、どうかしようとしたら丸飲みしようとしてるかもしれないんですよ。そういう思いが出てます。ぎょっと驚かさせるような何か計画があるってことなんですよ。でこれが表すものは、毎回申し上げますが、妬み、そねみ、嫉妬、それからトラブルで、もう基本は嘘とか偽り、もう騙すことなんですよ。詐欺とかペテンとか欺瞞、もうそういうことを表してます。そして裏切りと背信なんです。もう十分にしてますけれども、それがあります。なのでこういうふうな思いがあるんですよね。それが出てます。これ H 君のことをどのように思っているかなんですけれども、でもこんなふうに現れてます。これはでもカードが示していることではないので、アーの思念ですので、こんな風に出てます。ちょっと今日はH 君のことなどでも、私ね、言い過ぎてしまったかもしれないです。なるべくあまりそういうことは言わないようにと思ってるんですけども、ちょっと言ってしまいました。はい、それでは本日のリーディング以上にしておきます。ご視聴くださいましてありがとうございました。私はいつもいつも皆様の愉快と、詰まっちゃった、ここで詰まったの初めてですね。本当になんか、もう一回やり直します、はい。私はいつも皆様のお幸せと愉快を応援いたしております。